皆さんは子どもの頃、どんな絵本が好きでしたか？私が大好きだった絵本は、動物と女の子が不思議な冒険をしてという。一口で言ってしまうと、それまでですが、言葉がわかる動物が現れて、大きさが誇張された食べ物が動き回ったり、空を飛んだり、そんな絵本だったと、記憶しています。カラフルなページをめくるたびに、お話に吸い込まれるように夢中になっていました。本が心の成長となりました。絵本は文字が少なかったり、絵が大きかったり、飛び出す仕掛けだったり、読み手が十分想像の世界に浸ることができます。登場人物と一緒に喜んだり、悲しんだり、ワクワクしたりしながら読み進めることができます。これが絵本の魔法です。想像力を育てることは、後の人生にどれほど大きな力になるでしょう。私は読書が大好きで、図書館での週末ボランティアを5年間やっています。楽しくボランティアに関わりながら思いました。今後、絵本がデジタルになって、本というものに触れずに育っていく子どもたちの未来はどうなるのでしょう。読書離れが進むのではないでしょうか。デジタル書籍に移行する一方で、世界中の本が大量に処分されています。地元の図書館では毎年約1万3000冊の本が廃棄されていると聞いています。捨てられる本の魅力を再利用できるのではないかという思いが今の私の活動につながっています。その活動をブックシェアと名付け、NPO を立ち上げました。地元の人々や図書館と協力して英語の本を集め、それらを日本の児童養護施設や学校に送っています。ファンドレイジングで30万円を半年で集めました。資金集めを円滑にするために、今もアルバイトをして、ブックシェアの活動費と箱の郵送費にしています。ここまでの道のりは簡単ではありませんでした。日本語で電話をかけるだけでも何百回と練習を重ねたのです。現時点で日本の32の施設と学校の子どもたちに本を届けました。写真やお礼の手紙がたくさん届いています。ひらがなばかりのお手紙には、こう書いてありました。素敵な絵本をありがとう。これからも英語の勉強を頑張るよ。これが私の原動力になっています。すべての子どもたちの世界観を広めるチャンスを増やしてあげたい。本を読み、知識や感じたことを頭の片隅に留めて生きることは、幸せを見つける手がかりになると思います。読書は頭と心の栄養なのです。子供たちが外国の本に触れることで、その楽しさを味わいながら、言語や文化を理解していく糸口となるでしょう。ポジティブな気持ちを糧に、一歩一歩進むと、私も変われる。子どもたちが等しく学んで成長できるための機会を応援したいという欲求がさらに強くなってきました。私のミッションはまだ始まりに過ぎませんが、絵本にとどまらず、世界中の子どもたちが必ず書籍にアクセスできるネットワークを構築します。
少しでも多くの子どもたちに本を読んだ感動や笑顔を届けられたら、みんなの熱い思いが未来の交流につながるでしょう。それが現実になる環境を作ります。Thank you, Saki. Great presentation. It's really touched because of the, I raised three kids in New York. You really bridged between America and in Japan with the, through this activity. Saki-san, 本当に素晴らしい活動のプレゼンテーションありがとうございます。私も子供をアメリカで3人、ニューヨークで育てたんですね。この活動が日本とアメリカの子供たちをつなぎ、そして世界をつなぐ活動になること、とても感動しました。では、工藤雄一様、講評をお願いいたします。はい、素敵なプレゼンテーションありがとうございました。日本語が苦手だって聞いてたんですけど、完璧でしたよ。ありがとうございます。プレゼンテーションもとっても素敵で、こうすでに志を具体的な行動に移してるって、そのブックシェアですか、ずいぶん道のり大変だったんだろうなって思いました。その行動力もとても素晴らしいと思いました。本は本当にグレッサさんがおっしゃるように、自分の人生を変えてくれるものっていうんですかね、知らない世界を知ることにもなるし、多くの人を知ることにも、まあ、いろんな生き方を知ることにもなるし、まあ、自分の人生を豊かにしてくれるものですよね。で、僕は僕なりにこう 本の価値を少しお話しすると、本を読んだ時に感動する自分っていうのかな、で、あ、こんなことに感動するんだ、自分はこんなことに感動するんだなっていうことを新たに知ることができるっていうか、つまり知らない自分を知ることとでができるっていうんですね。その知らない自分と出会うって、その瞬間を与えてくれるのが本だなっていつも感じるんです。ですから、ぜひグレシャスさんの活動がいろんな子どもたちにその後の人生に何かを与えてくれるような機会になってくれたらいいなと思って聞いてました。ありがとうございました。とても素晴らしかったです。ありがとうございます。